ウィリアム・ホッパーはアメリカ合衆国の俳優である。1915年、ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。コメディアン、俳優、歌手などとして知られたデウルフ・ホッパーと彼の5番目の妻で女優のヘッダ・ホッパーの一人息子だった。1歳の頃に父親が出演したサイレント映画サンシャイン・ダットへ出演して映画デビュー。1922年に両親は離婚し、 ヘッタは息子たちを連れてハリウッドへ移り住む。その後ヘッタはハリウッドでも有名なゴシップコラムニストとなって人気を博した。10代の頃から舞台演劇に出演してキャリアを積みパサデナにある劇場の舞台などへ立った。1934年にはブロードウェイ舞台もデビュー。ウルフ・ホッパーの芸名で活動を続け、その後、 パラマウント映画との専属契約を結んだことで1930年代前半から1940年代中盤くらいまで様々な映画へ出演している。しかし後に第二次世界大戦が改善されると、ホッパーもアメリカ海軍の特務機関オフィスオブストラテジックサービスへ所属し、芸能活動を一時中断した。また軍ではその後ブロンズスターメダルを獲得している。 戦後ハリウッドへ戻ったホッパーは、役者ではなく中古車販売などの業種に従事した。しかし1950年代に入ると、再び俳優としてのオファーが舞い込み、1954年に、ジョン・ウェインが主演の航空パニック映画、クレナイの翼で復帰している。復帰後は、順調にキャリアを継続させており、レーハリーハウゼン作品として知られる、地球へ2000万マイルなどへの主演も務めた。 テレビドラマでは1957年からレギュラーキャストとして出演したレイモンドバー主演のサスペンスドラマペリー・メイスンでもよく知られている。1940年にマーガレット・リンゼーの姉妹として知られるジェーン・カイスと結婚した。1947年に二人の間に一人娘も生まれた。1970年2月14日に脳梗塞を引き起こし、 カリフォルニア州パームスプリングスにある病院へ運び込まれる。その時は一命を取り留めたが、3週間後の3月6日に併発した肺炎のため死去した。55歳だった。ありがとうございます。